皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間の今日の宅配物のコーナーでございますいらないコーナーですね。まずはですね、大和のお姉様が大和のお姉さんがね、持ってきていただいたのが2通あります。ちょっとこれはね、アディバで、こちらが、ウェビーね、ウェビーから、ウェビーから来た荷物はですね、オイルシール、これ XR250 のリンクの4箇所ね、純正、今車外がついてるんですけど、純正に戻そうかなと思ってるんですよ。今ローダウンされてるんですよ。リンク長くしたことによって落とすみたいなんですけど、そういうのはついてるんですが、まあ、元に戻そうかなっていう別に戻さなくてもいいんですけど、でオイルシールがちょっとやっぱ傷んでるんでね、そのついてるやつ、やっぱりちょっと交換しようかなと、でお客様がですね、持ってきていただいて、荷物送ってくださったんですよ、付属品のね。でその中にオイルシール入ったんですけど、そのオイルシールはもう一個の方のリンクの方のね、4箇所のオイルシール、ありがたいことで、それはまあ後でバラしてね、やろうかなと思ってるんですけど、であとメインジェットセットですね、景品の、これはシフトアップさんの、本当はね景品純正の方がいいんですけど、やっぱ一個一個買うと高いんでね、どうしても安いので走ってしまいました。はい、メインジェットセット、今ついてるのが150、そして、純正は135なんですけど、この炭はちょうどこの間みんな入ってる、135もまあ入ってるんですけど、138、140、140、140、148、そんなものが、まずね、ウェビーさんでございますよ。はい、そして、こちらはね、アディバさんですね、アディバジャパンですね、アディバ株式会社ね、アディバ株式会社ですね。で、こちらはですね、ここら辺は見せても大丈夫、ツイート 150ABS に関してのご案内というものになってます。で、ちょっとですね、なんか部品が、そうだね、なんかこう、ナンパーの取り付け捨てっていうのはなくて、でそれを結局なんか手配している、で、それの部品、つけるためのね、ナンパーを、日本のナンパーって、多分それがない、つけられないじゃないですか、そのままじゃ。なんでそれを今手配してます。でやっぱりちょっと車両の方はもう発送かかったんですけど、できるんですがってこと、発送、今日発送やってるって言ってましたね。なんで、部品の方がちょっとね、1週間か10日ぐらいまた後から届きますっていう話をね、先ほど電話をいただいたんで、営業の方からね、はい、それで通関証ね、通関証と譲渡証、なぜあるかというと、私1台注文しちゃいました。どうしてました注文、はい。で、これですね。スイートスペア。まだだから、この実写が普通のその辺の店舗に届いてないんですかね。だって全然アップされない。どこにも出てこないんですよ、なかなか。普通だったら、なんとかロッドさんとかね。つながるロッドさんとかだったら、すぐ出そうじゃないですか。だから実写の写真ですよ、実物の写真、いわゆる、カタログとかからのホームページの写真じゃなくてね、そういうのはの載ってますよ、うちも載ってますまあいいんですけどね、はい、であと どこありますかね、有名なところは、まあジェンダさんはそんなにあれ、なんかこうあれじゃないみたいですけどね、一生懸命って感じではないみたいで、まあ、いろんなお店あると思うんですよ。プジョーやってるところでね。で、そう。これはオフィシャルサイトからの、ね、はい。で、今回ね、うちが入れましたのは、サテンアイアングレーという色になります。色はね、ブロンズっていうのとホワイトっていうのとグレーがあるんですよ。3色あるんですよね。その中のこのグレーを入れさせていただきました。で、40台限定ということでね、発売。初回をね、で通関証はね、必ずしも、全ての台数が載っているわけではないですから、通関証明のところにね、あれなんですけど、通関証明見ると、これ言っていいですか、大丈夫ですよね、はい、別にそんなのね、40数台あります、はい、だからまあ限定40台ってことでね、で、まあ、多少余裕ないとね、ぴったし40台しかなかったら困っちゃいますからね、多分ショールームに置く
飾っておくものもあるでしょうし、あの赤坂ですか、まあ、試乗車にするものもあるかもしれない。ただまあ限定車っていうのはねすぐなくなるのかなっていう感じもするんですが、もしですね、ただちょっとお話を聞いたところ、まだ大丈夫ですか、用意できますかっていうふうにあのおっしゃってたんでね、うん、大きな声じゃ言えない、すぐ売れちゃいましたってね。で、ですのでね、もし欲しいっていう方がいらっしゃいましたら言っていただければ、はい、ご購入いただけます。で、1台はもう中発注してますから、うちは絶対来ます。はい、もうあの譲渡証も来てますから、通過表は通過証と譲渡証来てますから、その1台も過去私うちで確保はしております。はい、ですのでこちらは販売が可能でございます。後からだとちょっと、あと色ね、色グレーしか今他の色が欲しいっていう場合は言っていただければね、すぐ言っていただければお取り寄せ可能かなと思います。はい、ただ、まあ、ちょっとやっぱり時間が経っちゃうとね、何でもそうなんですけど、どうしようかなっていうね、やっぱ迷うところもあるじゃないですか。私もその気持ちは分かります。で、いつでも買えると思うと、まあどうしようかな、いいかななんて思ったりもするんですけど、やっぱりこう欲しいと思っていざねこうやった時に買えないってなっちゃうと、ってね、やっぱりこう、まあ、いろいろこうなりますよね。私もそんな感じします。はい、あ、昔ね、あの古本屋さんで、もう何年前ですかね、もう30年以上前、もう40年近く前ですかね、40年前って言ったら10歳か、40年とかないな、7、8年前、6年前、古本屋さんでね、古本屋さんで、銀河鉄道39、全部10、あれ何巻ですか、18ぐらいですか、19、20、それぐらいでしたよ、確かね、10何巻ですよね。で、セットで、安かったんですよ、1000円ぐらいだったんですよ。で、あ、読みたいなと思って、で、一周、でも、ちょっと待ってね、一周したら、なかった。すごいですよね。そんな売れるの？うわ、欲しいと思うじゃないですか、そうそう、なおさらね。結局買ってないですからね。その後もね。さあ、で、あとね、もう一点。もう一点ありまして、これはね、ちょっともう開けちゃったんで、こんな汚い箱になっちゃってますけど、こういう感じでね。お分かりかと思います。モーターワークスさんね、イギリスでございます。こちらから、モーターワークスさんはね、送るの早いですよね。すぐ送ってきますよね。で、届くんですよ。あ、すいません、また電話がかかってましたね。ちょっと失礼します、すいません、申し訳ないです。ちょっとね、電話で、あ、これは競りのやつです。はい、なのでちょっとそれでですね、このね、これを続きにしますか。じゃあいろいろ部品あるんですよ、すいません。じゃあなので、ね、あ、アディバ、じゃあアディバじゃない、プジョーツイート150 ABS、 よろしくお願いします。失礼します。